寺岡幹事は、福岡県か谷郡か谷町出身のプロ野球選手。宇と右内ち、東北楽天ゴールデンイーグルス所属。か谷町立か谷西小学校では、内橋ジュニアスラッガーズでソフトボールをプレーし、か谷町立か谷東中学校から福岡、か谷ボーイズで野球を始める。東海大学付属第五高等学校の2年春には、投手として、 時速1 4 9キロメートルをマークするまでに成長したが、右肘を疲労骨折したことで外野手に転向。3年夏の福岡県大会では左翼手として出場し、準々決勝でさよならの敵にルイダを放つなど、チームのベスト4進出に貢献した。九州協立大学では右肘を手術し、3年時までリハビリに専念。 4年春から外野手として公式戦に出場すると、同期は打率371をマークしてベストナインを受賞した。九州三菱自動車には外野手として入社したが、寺岡の強権と投資経験を知った投資コーチの山内隆則の指示で投球練習を再開。すぐさまオープン戦で時速150キロメートルを計測したため、 以降は主に外野手とリリーフの二刀流でプレーを続けた。NPB 入りを目指す上で山内からの上を目指すなら、ピッチャーが近道という進言と寺岡自身の育成枠であってもまずは入ることという考えから、投手への専念と独立リーグへの挑戦を決意。正社員なんだから、今更プロ野球選手を目指さなくてもという家族の反対を押し切って、 九州三菱自動車を2年で退社し、特別合格枠で石川ミリオンスターズに入団した。石川では1年目からチームの開幕投手に抜擢され、その後はセットアッパーに定着。43試合に登板して防御率1.52の高成績を残し、NPB の旧球団からスカウトが視察に訪れるまでに評価を高めた。 2017年のドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから7位指名を受け、契約金2000万円、年俸600万円で契約に合意。背番号は56に決まった。2018年の春季キャンプでは、新人ながら一軍スタートとなったが、一軍での登板はなく、シーズン終了後に戦力外通告を受けた。その後育成選手として再契約した。 背番号は零五六。二千十九年ワニ軍で三十三試合に登板して二勝一敗。防御率零点六四と好調をキープし、七月二十八日に支配下選手として登録されたことが、球団から発表された。新しい背番号は六十八。八月四日の千葉ロッテマリーンズ戦の七回に、プロ初登板を果たし、八回までの二インニングは無失点に抑えたが、九回に、 代打の清田育博に三ランを浴びた。1軍での登板はこの1試合にとどまった。2軍では51試合に登板した。2020年は中継ぎとして自己最多となる24試合に登板し、2勝1敗、10ホールド、防御率3.15という成績を残した。9月13日の北海道日本ハムファイターズ戦ではプロ初勝利を挙げた。 最速時速1 5 5トルのストレートに加え、カットボールやフォークなどの変化球を武器とする。追い込んでからは必ず三振を狙いに行くスタイルで、石川時代は59回1、3を投げて82個の三振を奪うなど、脱三振率が高い。自ら、毛の生えた心臓と表現するように度胸の良さと、常に全力投球で投手を前面に出した投球を持ち味としており、 石川時代の総合コーチだった武田勝からは打者に向かっていく気持ちを高く評価されている。ありがとうございます。